日本人のノーベル賞受賞者。日本人のノーベル賞受賞者では、ノーベル賞を受賞した日本人の一覧を掲載する。なお、受賞対象となった研究成果を挙げた時には、日本国籍を有していたものの受賞時点で、日本国籍のない受賞者や受賞を逃した人物、日本にゆかりのある受賞者等も合わせて掲載する。第二次世界大戦終戦後、 未だ戦後占領期にあった1949年11月3日、文化の日、日本人として初めて、湯川秀樹が受賞した。広島原爆10日及び長崎原爆10日からわずか4年余りしか経ってないに、かかわらず原子力爆弾の基本理論に近し、い素粒子理論である中間子理論を受賞理由とした湯川は敗戦直後の日本国民に受け入れられ、国民に 大いに自信を与えたという。1901年から始まり2018年に至る、ノーベル賞の歴史の中で、日本は非欧米諸国の中で最も多い27名の受賞者を輩出しており、このうち3名が受賞時点で外国籍を取得していた。21世紀に入ってからでは、自然科学部門の国別で日本は米国に続く世界、第2位のノーベル賞受賞者数となっている。 ただし、経済学賞を受賞した日本人はおらず、また女性や団体及び複数回にわたってノーベル賞を受賞した日本人、団体もいない。受賞者の多くが大学教授などの研究者である中、1973年に民間企業の技術者であった江崎レオナが物理学賞を受賞。2002年に民間企業、島津製作所の技術者であった。 田中光一が科学賞受賞。2014年に青色 LED の開発で赤崎勇、天野博士と共に物理学賞を受賞した中村修二も民間企業、日夜科学工業在籍時の高輝度青色 LED の発明、実用化が理由となった。合計23プラス5名現職などは各受賞者の記事を参照。2017年現在、 ノーベル経済学賞を受賞した日本人はいない。日本出身、外地を除くで受賞時外国籍の受賞者各日本人、ノーベル賞受賞者が一つ以上の学位、学士号、修士号、博士号を取得した大学2018年10月時点。受賞時の博士号取得者は2018年10月時点で受賞者中22人である。そのうち3人が 米国の大学で博士号を取得しているまた3人が日本国外のの研究機関在籍中の受賞である日本人としては、第一回から北里柴三郎や野口秀夫などが候補に上がっていたが、受賞者には選ばれなかった。北里に至っては、共同研究者であったベーリングが受賞したにも、かかわらず、高読素という研究内容を主導していた北里が、 受賞できないという逆転現象が起こっていた。山際勝三郎と市川孝一はウサギの耳にコールタールを塗布し続け、1915年に世界初の人工癌発生に成功したが、1926年のノーベル賞は、癌寄生獣期原説のヨハネス・フィビゲルに授与された。なお、現在、フィビゲルが提唱した癌、癌 寄生重機原説は誤りであるる。と考えられている世界初のビタミン B1 管理に成功した鈴木梅太郎はドイツ語への翻訳で世界書が誤って記されなかったため注目されず1929年のノーベル賞を逃した脊髄副交換神経の発見で1930年代に6度ノーベル賞候補となるも受賞を逃した5件について 国連大使を歴任した松平康志東は当時日本が数軸国であったことから受賞に至らなかったとしている。1970年に大沢井に北海道大学理学部科学第二学科助教授当時はフラーレンの存在を理論的に予言したものの肝心の論文を日本語でのみ発表しており英文では発表していかったため 1996年のノーベル賞を逃した。この点末は当時のイチャー第三第384号96年12月26日発売にも掲載された。1998年スーパーカミオカンデでニュートリノ振動を確認し、ニュートリノの質量がゼロでないことを世界で初めて示したとつかヨうも有力なノーベル賞候補と目されていたが、 2008年に死去した。彼の後輩で教え子でもある、梶田か明が2015年に物理学賞を受賞した際には、もし戸塚が生きていれば、共同受賞は確実だったと惜しまれた。他に2000年代頃から作家の村上春樹がノーベル賞最有力候補として、しばしばメディアに取り上げられているが、2017年、現在、受賞していない。 ノーベル賞の候補者や選考過程は50年間の守秘義務があり、ノーベル財団のウェブサイトでは1966年まで、平和賞のみ1967年までの候補者が公表されている。ノーベル物理学賞では、本田幸太郎が1932年の候補に、日本人初の候補者に上がっている。このほか、西島和彦。 1960年から1961年、1964年、1965年、中野忠夫、1961年、大抜き吉郎、1965年から1966年、などがいる。彼ら以外に、坂田昭一は1969年に、ノーベル物理学賞候補者となっていたことがほぼ、確実視されているが、現在公表されている。 ノーベル財団の公式な資料に基づくものではない。ノーベル科学賞では、1911年に、畑佐八郎が日本人初の候補者に上がっている。このほか鈴木梅太郎、1936年、朝比奈康彦、1951年から1952年、油脂科学を専門とした、富山信幸、1958年、水島佐一郎、 九百六十二年、九百六十四年、九州大学名誉教授の山藤和夫、九百六十四年、などがいる。ノーベル生理学、医学賞では、1九百一年に、北里柴三郎が、日本人初の候補者に上がっている。このほか畑佐八郎、九百十二年から九百十三年、野口秀夫、九百十三年から九百十五年、 1920年から1921年、1924年から1927年、鈴木梅太郎、1914年、1919年に、稲田隆吉と井戸康氏が共同候補者となり、山際勝三郎、1925年から1926年、1928年、1936年、加藤源一、1928年、 1935年、1937年、五県。1931年、1933年、1935年から1937年、1939年、佐々木隆起。1935年から1936年、1939年、1941年、市川孝一。1936年、久野安氏。 1936年、1938年、1953年、石原誠、1939年、鳥形隆造、1939年、大阪大学名誉教授の黒津俊之、1952年、勝沼製造、1953年などがいる。ノーベル文学賞では、1947年、1948年に、 か川わとよひこが、日本人初の候補者に上がっている。このほか、西脇淳三郎、1958年、1960年から1967年、谷崎淳一郎、1958年、1960年から1965年、三島由紀夫、1965年、1967年、などがいる。ノーベル平和賞では、 1909年に、アリガ・ナガオが、日本人初の候補者に上がっている。渋沢栄一、1926年から1927年、香川豊彦、ひ九1954年から1956年、1960年、岸信介、1960年、鈴木大九1963年、吉田茂、1965年から1966年、 湯川秀樹、でき、1966年が候補となっていたことが、ノルウェーノーベル委員会の公表した資料により明らかになっており、吉田については関係者の残した手記などから1967年にも推薦が行われたと見られていた。2018年1月に、ノーベル財団がウェブサイトに公表した1967年度の候補者リストに吉田の名前があり、追赦は クリアマシュゲルラ、推測が裏付けられた。なお、CNN テレビの報道によると、賭博サイトベトフェアが2015年及び2016年の受賞者候補者、団体の予測を行った際、総価学会名誉会長、池田大作と池田が会長を務めるスキー、総価学会インターナショナルが候補の一つとして選ばれた。日本にゆかりのある候補者としては、 リヒャルトクーデンホーフカレルギーがいる。クーデンホーフ家とカレルギー家が連携した、伯爵一族、クーデンホーフカレルギー家の人物で、東京生まれのオーストリアの国際的政治活動家。母は、クーデンホーフ講師。日本人名の妖名を持ち、その名は、青山栄二郎。反ヨーロッパ連合主催者として反ヨーロッパ主義、パン・ヨーロッパ主義を提唱し、それは、 後世の欧州連合構想の先駆けとなった。そのため欧州連合の父の一人に数えられる。何度もノーベル平和賞の候補に上がっていたものの、受賞を一している。日本人がノーベル賞受賞に際して受け取った賞金は、所得税法第9条13号法に基づき、ノーベル経済学賞を除き非課税となる、ノーベル基金から支出される賞金と規定されており、 スウェーデン国立銀行から賞金が支出される経済学賞は、同法第9条13号の対象外で、同法第9条第13号への財務大臣の指定も受けていないため課税対象。これは、湯川秀樹がノーベル賞を受賞したとき、賞金に課税されることに世論の反発が起こり、1949年11月24日に、贈与、個人からの贈与及び、 個人以外のものからの贈与のうち、学術、儀礼、事前その他文化的または社会的貢献を表彰する者として交付する、報奨金品を非課税とすると、所得税法が改正された結果である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。